はい、こんにちは、スレドルドと申します。今回はね、ほのぼのっていうゲームの中のスペシャルを、の中にあるこのアナザーというゲームをやっていきたいと思います。ほのぼのをクリアしたのみ人のみに、できるゲームらしくて、これがちょっとやってみたくて、このゲームやったんですが、やっていきたいと思います。これは怖いよ絶対。もうほのぼのじゃないからね。このゲームはフィクションです。実物の人物や事件、団体などとは一切関係ありません。あんなやついてたまるか。さあ、これなんか追いかけっこゲームっていうのは聞いているんで、ああ、なんかもう可愛い。ちょっとこういう鶏とかで心癒されてね、ちょっと余裕持っていきましょう。大丈夫、落ち着いていけばクリアできるから。バツバツ県、森に入った5人の高校生が行方不明に。探索隊を送るも全員帰還せず。その日を境に森の付近に住む民間人が次々と失踪した。とある女子高生が西洋の鎧を着た人物を目撃する。そしてその4日後、西洋の鎧、なんか世界観がちょっとあれなのかな、西洋寄りというか。私は家に帰る途中だった。日本じゃないのかな。特に寄り道することもなく、学校から帰宅するところだった。それなのにどうして私は今森の中だ。気がつくと私は森の中にいた。ここはどこの森なのか、ここに来る直前まで何をしていたのか、どういう経緯でこの森で遭難したのか。一帯を見る限り、ここの森はかなり深い。この森は一体何なんだろうか。ケイちゃんか。カバン持ってたはずなのにどこにもない。携帯もないって感じか。携帯もないからお母さんに電話できない。この森県外っぽいけどね。とにかくここから出ないと。ケイちゃん、ああ、あれさっきの女の子と同じだな。さっきのっていうか、ほのぼのの出れないのか。こっちセーブもできないぞ。セーブもできないっていうのが、これ実況者のおいての一番の恐怖ですからね。何あれ、帽子かぶった紳士のシルエットみたいな。そこにいるのは誰だ。あ、よかった、人がいた。すいません、私水原圭と言います。日本人。どう説明したらいいか。この森の中で遭難しちゃったみたいなんです。圭、もしかして君は。いや、なんでもない。私のことは、まあおじさんでもなんでも好きに呼んでくれたまえ。暗くてよく顔が見えないな。そんなことある。もうちょっと近づけば見えるでしょう。でも悪い人ではなさそう。おじさん、私お家に帰りたいんです。よかったらこの森の出口まで連れて行ってもらえませんでしょうか。ふむ、連れて行ってあげたいのは山々だが、私は今帰るわけにはいかないんだ。ちょっと知人を探しにこの森に来たんだ。行方不明になった人たちを探しに来たのかな。おじさん、彼を見つけるまでここを離れるわけにいかない。ああ、そうですよね。ごめんなさい、無理を言ってしまって。あの、それでしたら知り合いが見つかるまでご一緒させてよろしいでしょうか。まあ一人はこれ不安だもんな。ダメだ。え、道を教えておくから、そこからは自力で帰りなさい。はあ、俺道を教えてもらっても帰れない自信あるわ。絶対忘れちゃうもん。さあ、ご家族が心配してるだろ、早く帰りなさい。はい、ありがとうございます。いい人ではあるのかな。あいつのシルエットが溶けた時にどんな顔してるかがちょっと怖いですね。もうこんなわけのわからないところで女の子一人にさせないでよ。はあ、嘆いたって仕方ないか。起きたら森の中にいたって超怖いよな。行こう。なんかシンプルなこと怖いよね。ありえないことっていうか、そんなお化けが出たとかよりもさ、家帰ったら人がいるとかさ、そうシンプルなことが怖いよね。え、誰みたいな。ここは確か左に曲がるんだったよね。これはちゃんと言うこと聞いて左に曲がっといた方がいいかな。これは一本道なのでまっすぐ行ってみましょう。セーブがないからな。とりあえずまっすぐ行って、あ、今度は右に曲がってその道をまっすぐ行くと。いやいやいや、右に曲がりたいところではあるけどさ。こっちじゃない。あ、行けないんだ。おじさんは左側に行ったってことか。まっすぐ行って、あとここをまっすぐ行けば帰れるんだったよね。簡単じゃん。でもさっきおじさんがスッと左行ったよね。そこからまっすぐ行けば君は帰れる。だが一つ守ってほしいことがある。声を聞いたら絶対に後ろを振り向くな。
モンストするなよみたいな。一体どういうことなんだろう。フリーじゃないの。まあいいか、早く帰らないと。あー、戻る必要ない。声がしたらどうしよう。振り向いちゃおうかな俺。音がしたね。ふわーって、でも風の音でしょ今のは。え、何今の。後ろから何か聞こえた。キャッ、後ろに何かいる。やだ怖い。後ろ振り向いちゃダメかな。これちょっとだけなら。あ、勝手に振り向いた。はっ、よかった何もいない。ちょっと待って、でかくないか。え、いやー、なんなのあれ。うわ、でかっ。青でかいし、うるさいし、これ青鬼の5倍ぐらい怖い。わ、早っ。え、どうすんの今の。早くない？チェックポイント、あ、今のチェックポイント何歩だったんだろう。1、ちょっと待って待って、今のがチェックポイント2はどこ。あ、2まで来てないってことだ。あ、セーブそういう感じでやってくれるんだね。十字キーの下をあらかじめ倒しておこう。そうするとロケットだし、いいよいいよ、あっち行けない、こっち下行って、まだまだ、どこ行く、右だっけ、右行って、うわ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 、ちょっと待って、あ、2匹、あ、2匹いる、まだ追ってきてる、すぐ曲がる、あー引っかかった、よし、まだ追ってきてる、まだ追ってきてる、引っかかれ、引っかかれ、いやー、あいえ、よし、オッケー、お、あ、いた、ちょっと助けて、おじさん。おっと、なんだお嬢さん。見たことのない怪物に追われてるんです、早く助けてください。怪物だって。あ、とりあえずチェックポイント2に行ったんじゃないこれ。あ、あれ、振り向いたのか。ごめんなさいおじさん。あ、その過ぎてしまったことだ、仕方ない。このままじゃ君は家に帰れないだろう、ついてこい。あ、はい。おじさんが探してる人物ってのも気になるよな。おじさんが仲間になった。あ、おじさん動かしてる感じになってるね。おじさん、いざとなったら守ってよ。あの、おじさんの知り合いってどうしてこの森の中に入っていったんですか。なんかさ、この子で行方不明になったやつがあの赤いさ、赤鬼になってんじゃないの。さあな。う、聞いちゃまずかったかな。では、もう一つだけよろしいですか。早く行くぞ。はい、もう一つはダメだったか。また絶対また追われるからね、これ。この人は多分、この森の異変について知っている。そして、私がなぜここにいるのかも。ああ、なんでここに来ちゃったかって、突然森の中に目覚めた理由を知ってると。知っていても、話そうとしないのは、このおじさんの都合があるんだろう。とにかく、このおじさんと一緒にいれば、襲われる心配はないかもね。でも、やっぱり気になることが多すぎるよ。おじさんの見た目についての秘密もあるかもしんないな。実は真っ赤なあいつみたいな感じだったとかね。あの、おじさん、いろいろと聞きたいことがあります。言ってみろ。よかった、聞いてくれた。ここで起きてる異変って何ですか。背後から突然何かに押されて、黒い何かに押されてたよな。赤い怪物に追われて、それにさっきから変な視線を感じるんです。何かしてるのなら教えてください。話せる内容に限りがある。最低限言えることは話してあげよう。コク。一体この森で何が起きているのか。まず、この森の異変についてだが、2年ほど前だったか、とある若者がこの森で事故に遭って重傷を負った。彼と一緒にいた友人はすぐに救急車を呼んだ。とても大掛かりな手術だったらしい。彼は生死をさまよい、冥界と現世の狭間にいた。死神に追われ、怪物に追われ、彼はなんとか逃げ切り、現世に戻ってきたんだ。はい。その後彼は半年かけて退院して、いつもの日常を取り戻すことができたんだが、異変はそこから始まった。異変？冥界から脱出するときに、彼の背後についていた怪物ごと現世に連れてきてしまったのさ。死の淵をなんか、うろうろしてる間にこの赤いやつまでついてきちゃったってこと。それがこの森の異変の始まりとなった。最近ニュースは見てるか。
君たちの町で若者が次々と失踪している事件なんだが、死神がついてきちゃったみたいなことかな。あ、もしかしてそれと関係が？あれ、ちょっと待って、ここに来る前のこと思い出せそう。私は確か家に帰る途中じゃない、まだ自宅にいて学校に行く準備をしてた朝ってことか。ダメだ、そこから思い出せないや。怪物たちはこの森を縄張りにして侵入してきた人間を襲っているのさ。次はあの巨人についてだが、実はあいつについては詳しくは知らないんだ。知人が言うにはとある人物が見ていた悪夢の産物らしい。そういったなんか悪夢の産なんかそういった化け物たちがここにいろいろいるってこと？お嬢さん、最近怪物に襲われる夢なんか見てないか？あ、夢見てたな、ほろぼろで。全身血に染まった巨人で心当たりないか？いえ、ないと思います。あれとはほろぼろとは別に関係ないのかな？このおじさんもそうだけど、この人の知人もやけに詳しいな。うん、やはりそうか。やはり？さて、次はここにお嬢さんがいる理由についてだ。それはもう一人の木。これ来て、振り向いちゃダメだろお前。今のってまさか。ふふ。おい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 、か弱い少女、ケイちゃん置いていくんじゃないよ。これはずっと走っといた方が良さそうだな。あ、よし、来た。セーブしました。これでチェックポイント2ってことか。おじさんの姿が見えなくなっちゃった。でも今はそれどころじゃない、あいつから逃げなきゃ。あー、こっから走れるようになるんだな。うわー、あぶねー。どっちだ、どっちだ、こっち。あー、ちょっと引っかかっちゃったか、ちょっと引っかかっちゃった。マップを頭に入れなきゃな。大回りしちゃったな今の。あー、ちょっと左に曲がっちゃった。ちょっと来てる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 。もう頼む。オッケー、ちょっと、おお、上かー、くーっと。よし、まだ終われんのか。引き続きか、勝手に動いてる。どこまでついてくるのよあの怪物。なんとかここで巻かないと。ここで巻くって、怪物から振り切るために指定された方向にエリア移動を繰り返しましょう。左右上下のエリアに行くことで反対側に出ることになります。左右上下のエリア、はい。来た道からすぐに戻ることはできないので別のルートへの移動を繰り返しましょう。間違えたルートを進んでも怪物に捕まることはありません。障害物をうまく利用して追っ手を撒いてください。もう何言ってるか分かんねえよ。なんか指定してくれんのか。来た。あ、そういうこと。まずは左に行く、次下に行く。下、この曲がった時に結構ね距離を詰められる気がするんだよな。右ね、右。うわ、大きかった。下行くしかないのかなこれ。すぐに行けないんだもんな、移動。うー、じゃあここは左に曲がって、よし、引っかかれ。よし、上ね。おお。こい。逃げろ。よし。上か。上。よし、勝った。あー、休憩、よし、休憩ね、休憩。右。あー、わ、右。もう終われ。下。ほんと合ってんのこれ。この道合ってる、ほんとに。上行けねえ。引っかかった。よし。オッケー、休憩して。すぐ軌道修正な、軌道。上。引っかかんな。よし、相手は引っかかれ。俺は引っかかんな。相手は引っかかれ。上、あぶねー。あー、休憩。
コントローラー握る手がもう、おーし、かかった。これいいぞ、これ。これすごいいい。終わった。ああ、はあ。てか、スピード感が半端ない。なんかさ、倍速プレイとかあるけどさ、ホラーゲーム。その時主人公も速くなんじゃん。主人公のスピード変わってないのに相手だけ速い感じ。もうやだ。おじさんはどこに？おい、大丈夫か？お前、見捨てて行ったの、俺覚えてるからな。その声は、何回死んだと思ってんの、お前。やっぱり。ん？どうした？やっぱおじさんもおかしいんだよ。あけぇ。おい、一体どうしたんだ？おい。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 おじさん赤いですよ。やめて、来ないで。おい、待ちなさい。私はただひたすら逃げた。森の出口に向かっているのか、またはさらに奥に進んでいるのか、走っていた時そんな考えはない。私はとにかくあの怪物たちの目の届かないところまで離れたかった。おじさん一体何なんだろう。いいもんなのかな、悪いもんなのか。ああ木かな、後ろ。パパ、ママ、早く迎えに来てよ。私はここにいるよ。あれからどれぐらいの時間が経っただろう。半日以上はこの森をさまよっていただろうか。それなのに空の景色は変わらない。これラストなんか嫌な予感がするな。怪物に襲われては逃げての繰り返し。もうこの足は動かない。喉は渇いた。お腹も空いた。あの後も追われてるんだ。パパとママの顔、最後に見たのいつだったっけ。もうこんな森に長いいすぎたせいか、長いしすぎたせいか、何年も前のような気がする。これは悪夢なのか、あれは幻なのか。今の私はもうそんなことはどうでもよくなっていた。もういっそこのまま眠りにつきたい。しかし恐怖と不安が入れ乱れてるせいなのか、全く眠れないのだ。誰でもいい、誰か私を眠らせて。もういっそ眠っちゃった方が幸せってやつだ。おじさんが来た。あ、そこに誰かいるの？パパ、あっ、か、怪物なの？あ、あ、何今の？あ、あいつなんかほのぼのに出てきた。もういいよ、楽にして。なんだあのガンダムみたいなやつ。なんか武者ガンダムみたいなやついたよ今。これだけじゃ謎は解けないって感じなのかな。俺エンディングだよね。うわっ、紫の夜呪いアナザー、夜呪い、ほのぼのアナザーじゃないんだこれ。多分ね、この作者さんの次のゲームにつながる物語なんだと思うんですよね。だからこの赤いやつが何だったのかとか、おじさんが何なのだとか、森の中は 何が起きてるのかとかは、多分その夜呪いっていうゲームをやればわかるってことなんですかね。いや、スピード感がすごかったね。なんかフリーホラーの中で最も怖い追いかけてくる、そのなんか人物というか追いかけてくるものなんじゃないかな、化け物。見た目も怖い、スピード感も怖いし。いや、でもあれぐらいなんかギリギリの方がなんかホラーゲームとしてはいいかもしれないですね。どうしようかな、夜呪いもいつかやってみたいですね。一体どういったものなのかっていう、なぜこんなに風に森の中ではあんな奴らがいるのかっていうか、おじさんがいいものなのか悪いものなのかっていうのがちょっと知りたいなという気持ちはあるんですが、はあ、ほのぼのプラスアナザー、ほのぼのってゲームが出た後になんかアップデートがあって、このほのぼのアナザーの、おまけが追加された形っぽいんですけども、ご視聴ありがとうございました。あー、鬼より、やっぱなんか赤鬼と青鬼ってもともとなんかおとぎ話の鬼とか桃太郎の鬼で聞くけど、最近やっぱ青鬼のせいでなんか青鬼の方がやっぱ有名になってたから怒ったんだろうね。赤の方がメインだぞって。終わりかなこれ。ポリポリ、終わりかな。
12時間前。お、姿見えてる。カーティス。あれ、顔赤くないな。ふむ。せめてここまで道案内すればよかっただろうか。いや、ダメだな。彼らの標的は私だ。いつ襲ってくるかわからないんだ。彼女を巻き込むわけにはいかないんだろう。え、動かせる。え、くしゃみ出そう。はい。はい、すいません。じゃあ、もともとはいいものだったのか。あ、勝手に住んでるよ。行き止まりか。しかし、あれからおとなしくなったものだ。あ、死神騎士。最近彼女の町で若者が次々と失踪している。その原因が彼らだろう。以前赤髪の若者から話は聞いていたが、実際に見るのは今回が初めてだ。ラスト出てきたやつか。彼らに関しての情報は多いとは言えない。ただ対抗できる術があるとするなら、あの方から預かったお守りぐらいか。お守り。それと彼女、水原圭はここに来る前に見てはいけないものを見てしまったんだろう。3日前のニュース、とある女子高生がこの森で西洋の鎧を着た人物を目撃したと。そいつが死神騎士か。そもそも彼女はその時なぜこの森に訪れたのだろうか。事件が起こった現場を興味本位に覗きにか、覗きに来たりとかして、なんかこういったものに巻き込まれちゃったのか。ケイちゃんは今の私が考えても仕方がない。そろそろあの方と合流しないと。いやー、ケイちゃんか。今の悲鳴は、あー、左側か。おお、すげえかっこいい。黒に白かっこいいな。邪魔をするな、怪物ども。そっか、あの子が逃げた時左側これで埋まってたもんね。おい、大丈夫か。あ、その声は、それで助けて、ん、どうした。おい、一体どうしたんだ。やめて、来ないで。おい、待ちなさい、そっちは危険だ。くそ、もう手遅れか。助けられなくてすまない。顔が赤くなっているように見えたんだよね、ケイちゃんからしたら。2年前、20代の男性が事故に遭ったとされる森に入った少年少女たちが行方不明に。捜索隊送るも全員帰還せず、それ以降森の付近に住む民間人が次々と失踪。女子高生、西洋の鎧を着た人物を目撃。ほうほう、初めに会ったやつだ。4日後、目撃者水原圭、自宅の部屋で変死体で発見される。なんで自宅の部屋で変死体。行方不明になったはずなのに自宅で。どうもお久しぶりです。3年ぶりでしょうか。カーティス、申し訳ありません。どうやら私が思っていたより彼らの侵食のスピードが速いようです。先ほどここで迷っていた女子高生に出会いましたが、わずか数分で幻覚症状を起こしたようです。もう彼女は助からないでしょう。幻覚症状。あ、じゃあ顔が赤く見えたのは幻覚だったんだね。カーティスさんの顔はあんな風にはなってなかったと。そうですね。今はこっちの仕事を片付けましょう。ゴーストスイーパー的なやつなのかな。おー、ちょっとなんか謎が、本編をやらなくても少し解けたような気はしますね。なるほど。よのろい、鎧の呪いみたいなことかな。よのろい、ナイトメアファントム、これが本編ってことかな。でそれで、まあこれおまけ追加して、これこういうのありますよみたいな宣伝だったのかな。いやでも追いかけてくるやつが怖すぎるわ。はい、ということで、見事、完全クリアすることができました。ほのぼのプラスアナザー、どっちもクリアすることができました、ご視聴ありがとうございました。機会が、ね、あれば夜呪いの方もやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よければね、高評価ボタンとか押してってください。ありがとうございました。レトルトさーん。